どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、アメックスからね、速達が届いておりまして、ここも隠した方がいいの、はい、速達届いてます。何でしょうねちょっとね、最近ね、アメックスのゴールドプリパードカードね、こちらのクレジットカード2月20日にね発表されましたけども、まあ私ね、こちらのカードは申し込んだんですけども、まあ私アメックスゴールドカードもね持ってますんで、まあ切り替えで発行させていただいたわけなんですけどね。でまだね、今日2月の23日ということで、まだね3日しか経ってないんですよ、発表されてから。だからね、さすがにね、アメックスのゴールドプリファードじゃないと思うんですけども、まあ、今回ね、アメックスから速達で届いたということで、まあ、緊急的にね、動画回させていただいてるんですけども、これ、ゴールドプリファーですかね？早くないですか？もう本当に準備されてたかのような、この速さ、非常にびっくりしてるわけなんですけども、ちょっとね、正直まだね、この動画を撮ってる段階では、中身がね、ゴールドプリファードかどうかは分かっておりません。もしかしたら、ターンのね、チラシかもしれないんでね、開けてみて、ダメだったら、この動画はボツになるわけなんですけども、ひとまずね、ちょっと開けていきたいなと思います。いやー、びっくりだな。もしこれがゴールドプリファードだったらね、めちゃめちゃ爆速じゃないですか。はい。ということで、開けていきましょう。ということで開けます。さあ、中身は何なのか。お、やっぱりゴールドプリファードですね。はい、書いてあります。アメックスゴールドプリファードカードをお届けいたしますということで、あ、ここ見せらんねんだカード番号とか入っちゃってますね。はい、ということで中に入っているのはクレジットカードと、こちらのアメリカンエクスプレスゴールドプリファード、毎日楽しい新しい毎日へということで、輝きを放って自分らしく。はい、来ましたね。いや、びっくりだな。びっくりですね。はい、まさかですね。早すぎないですか？はい、ということで、開けていきましょう。ひとまずね、今回、特典みたいなのが書いてある冊子が、これしかないのかな？特典詳細などはこちらということで、QR コードついてるんですけど、家族カード2枚無料、加入保険の必要な保険もぜひ加入を、カードの紹介あなたでも友人にみたいな、まあそういうことはね書いてあるんですけども、普通なんか冊子に入ってるじゃないですか。何にもないですねということで、ちょっと後でねこれは確認しましょう。ということで開けます。あ、すいません、ちょっと先に見させていただいたのはセキュリティコードがね表にあるんですよね。ということで行きましょう。ゴールドプリファードカードの件名はこんな感じです。いやー、来ましたね。はい、来ました。ここら辺でよく見えてますかね。どうでしょうか。おー、いいですね。うん。ということで、ちょっと外しましょう。で、この冊子みたいなのにはもう特に本当に何にもなく、この紙とカードだけここに入ってるっていう感じで、それ以外は何にもないですね。で、あと住所とかね、書かれた紙と、このね、輝きを解き放ての冊子だけということで、いや、まさかですね。はい、全然、あれがないですね。詳細みたいなのが入ってきて、まあ、それをちょっとね、私はじっくり確認したいと思ってたんですけども、ここにね、入ってると思ってたんですけど、何にも入ってないですね。はい、ということですので、ちょっとこの QR コードね、後でもう一回見たいと思います。ということで、今回ですね、アメックスのゴールドプリファードカードですね。こちらになります。いや、どうでしょうか。いや、ギラついてますね。めちゃくちゃギラついてる。どうでしょうか。で、ですね、今回ね、このアメックスのゴールドカードが、これは旧のプラスチックのカードですね。で、今回のこちらがゴールドプリファードカードということで、まあ、こういった感じでね、変わってる感じですね。もちろんこっちはね、プラスチックですし、こっちはね、金属っぽい感じになっております。で、金属感はですね、今までのアメックスプラチナと、いや、アメックスプラチナの方がちょっと重いかな。はい。アメックスのプラチナ、アメックスのプラチナあったかな？アメックスのプラチナないですね。確か返した気がするな。はい。ですので、ちょっとね、今見せることができないんですけども、アメックスのプラチナの方がちょっと重い気が、心なしかするかな。ですけども、ビジネスゴールドがもうメタルカードになってるじゃないですか。それと比べると本当に一緒ですね。で、落とした感じだとやはり、こっちが普通のゴールドカード。プラスチックの音がしますよね。で、こっちがメタルカードということで、まあ、ちょっとね、金属っぽい音が
しますね。ですけども、まあ何回もね、言っておりますけども、このアメックスのね、メタルカードっていうのは、本当に金属のね、ジャラジャラした感じっていうよりかは、もうちょっとね、高級感のある感じの金属仕様っていう風になっておりますんで、まあこれが好きなのか嫌いなのかっていうのは、また人に分かれ、よってね、分かれると思うんですけども、まあ私はね、特に嫌いじゃないっていう感じですね。で、こちらね、あのビジネスゴールドカードのメタル剣面なんですけども、まあこれとね、合わせてみると、はい、こちらね、重ねるとこんな感じになるわけなんですけども、表がね、ビジネスゴールド、後ろがゴールドプリファードになるわけなんですけども、正直ね、何か違うかって言われると、何にも違わないですね。ですので、本当にこの剣面自体がですね、このビジネスゴールドには、あのビジネスっていうのはね、名前が入っておりますけども、本当にそれだけ違う感じで、それ以外ね、全く一緒っていう風になりますね。で、裏に関してもちょっとね、カード番号入ってますんで、お見せすることはできないんですけども、まあカード番号もね、裏に記載があって、で、凹凸もね、すっごいね、なんていうんですか、いつものこのゴールドカード、今までにあるゴールドカードはね、すごいボツボツした感じじゃないんですけども、まあ軽いね、凹凸はありますけども、そんな感じのね、ちょっとね、凹凸はありますけども、まあ今までに比べるとね、かなり凹凸の少ない、まあ、印字になっているっていう風になります。で、裏面はね、カード署名欄と、フリックマークがあったり、あと有効期限とかね、記載があるっていう感じになります。いやー、いかがでしょうか。まあ正直ね、ビジネスゴールドカードのメタル剣面を持ってた方は、正直ね、新しい発見っていうか、何か違いがあるかって言われると、本当にここのね、ビジネスの印字があるなししかね、変更がないっていう風になりますんで、まあこれはちょっと変えて欲しかった部分はございますけども、まあ同じね、アメックスのね、同じゴールドカードっていう風になりますんでね、まあ名前がね、ゴールドプリファードになった部分がございますので、ちょっとね、違うのかななんていう風に期待してた部分はあるんですけども、まあこのね、光の反射的にもね、全然変わらないっていう風になりますんで、本当にね、ビジネスゴールドと同じ感じになりますかね。はい。ですけども、とうとうね、アメックスのゴールドプリファード。まあ今までね、アメックスのゴールドカードは、このね、プラスチックのクレジットカードだったわけなんですけども、今回ね、晴れて、メタルカードになりましたんで、待ってた方ね、非常に多いと思うんですけども、前の動画でもね、言ってる通り、このね、プラスチックのカードは、一応もうね、新規発行はすることができないんですけども、発行して持っている方に関しては、こちらね、申し出しない限り、ゴールドプリファードの方に変わらないっていう風になりますんで、次の年会費の更新が来たら変わるとかね、自動的に変わるとか、そういったこともございませんので、まあ、もしね、こっちのメタル剣面が欲しいっていう方は、ぜひね、発行してみていただければなと思います。いや、でもね、財布とかに入ってたらね、やっぱりこっちの方が目立っていいんですかね。はい。まあ私はね、アメックスのゴールドカード自体を持ち歩いてもおりませんし、そもそもね、私は財布を持ち歩いてございませんので、まあ、財布からカードを出すっていうこともね、まあ、ほぼないですし、まあ、私のメインはね、スマートフォンケースっていう風になっておりますんで、このね、カードが入る、カード型、手帳型でも、手帳型じゃなくても別に特にあれはないんですけども、ひとまずね、カードが結構入るやつにスマートフォンケースつけてますんで、まあ、これに、まあ、カードね、最低限の入れて、まあ、日本でも海外でも利用しているっていう風になりますんで、まあ、財布からね、カードを出すっていうことはね、私はないんですけども、まあ、それでもね、やはりこれがね、財布から出てくるって考えると、やっぱりおしゃれかなっていう風に思いますし、この金属製のカードはね、やっぱりかっこいいですね。はい。ということで、今回ですね、とうとうゴールドプリファードね、到着いたしましたね。いや、早い。本当にびっくりいたしました。発行したの2月の20日ですからね。はい。まあ、発表になってすぐね、電話して発行させていただいたんで、そんなに、でも、だって、そんなにすぐね、送るみたいな話はしてなかったんで、まあ、来週ぐらいになるのかな、なんていうふうに思ってたんですけども、本当に爆速で届きましたね。はい。ということで、こういった感じでね、非常にかっこいいですね。ということで、QR コードね、読み込んでみました。そうしたらですね、やはりね、1万円のね、更新特典でもらえる1万円のトラベルクレジットに関してなんですけども、ちょっとね、確認したらやはりね、利用条件がございました。ということで、こちらね、1万円のトラベルクレジットね、更新特典としてもらえるわけなんですけども、残念ながらですね、2万円以上利用していただくと、1万円がね、無料になるっていう風になりますんで、まあ一応ね、2万円のホテルが1万円でね、利用することができるんですけども、まあ完全0円でね、利用することができないっていう風になりますんで、まあこの点はね、ちょっと残念でしたね。またこのトラベルオンラインがね、どのぐらいの
値段設定になってるかっていうのもね、正直ね、めちゃくちゃ安いかどうかっていうと別にそうではないと思いますんでね、これはちょっとね、まあ1万円引きなんでね、公式サイトよりかは少しは安くなると思うんですけども、まあ最低でもね1万円の支払いがね出てくるっていう風になりますんで、この点はねちょっと残念ポイントでしたね。これがね利用条件なければですね、めちゃくちゃ良かったなっていう風に思うわけなんですけども、まあ残念ながらね2万円以上使っていただくとこの割引が使えて1万円になるっていう仕様でございました。はい、ということで今回ですね、とうとうねオールドプリファード手元に来たということで、まあ、非常にびっくりなわけなんですけども、早すぎますね。めちゃくちゃもう準備してからね発表になったんですね。まあ、今回ねマリオットボンボイアメリカンエクスプレスカードね、あのプレミアムが出た時一般カードですね、あの時ねめちゃくちゃ騒がれたじゃないですか。確か記者会見とかもね、まあ行われて発表になったわけなんですけども、まあ今回はまあそういうのもなかったと思いますんでね、まあ急に発表して、急に発行開始になって、しかもね、申し込んでから3日で届くっていうね、非常にびっくりなわけなんですけども、まあ今回ね、とうとう到着いたしましたので、これから発行される方はぜひね、参考にしていただければなと思います。まあメタルカードね、欲しいよっていう方は、あの満足度はね、結構高いと思うんですけども、あのジャラジャラしてる感じではございませんのでね、その点だけは注意して発行していただければなと思います。ということで今回の動画はまあ役には立ってないと思うんですけども、まあ楽しんでいただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。私ねブログ、ツイッター、インスタグラム、 LINE 公式アカウント、最近ね LINE 公式アカウントで PP 診断、マイル診断、マイルクレカ診断、ポイントサイズ診断などね無料で利用することができるコンテンツね LINE 公式アカウントで展開しておりますんで、こちら無料で利用できますんで、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。